皆さんこんにちは、森本舞です。今日は先日ご質問いただいたものの中で口頭である程度簡単にお答えできるものをピックアップして、お答えしていきたいと思います。たくさんあるので、何回かに分けて、お答えしていけたらと思います。じゃあいきます。譜読みが遅いのでどうしたらいいですかっていうことですね。で、譜読みが遅いって、お気持ちすごいわかります。なぜなら私ももう今でも譜読みが遅いと思っているし、なんならもう見た瞬間にもううまく弾きたいと思っている。だから結構譜読みって難しいですよね。しかも何かちょっとやったぐらいじゃ全然早くならないしね。で、まずそもそも譜読みはね、曲の数、今までどのくらいやってきたかにもよります。というのも、例えばね、100曲弾いてきた人と10曲弾いてきた人だったら、もう新しい画面を、こう新しいこう楽譜を見た、その経験値が違うじゃないですか。だからやっぱり数が多い方がそりゃ譜読みに慣れてます。そう、慣れてると早くなる、もうそれは当たり前だから。遅いって悩むお気持ちはわかるけど、どんどんこなすのがまず第一。OK？ で、その上で、じゃあちょっとコツをお伝えします。で、コツはね、例えばね、音符をもう読めない、パッと見て読めない人だったら、まずは読んで。そう、しょうがないよね。読むしかないもんね。そう、だから読んで、最初から最後まで行くと。で、そしたら、基本的には、やっぱり、両手じゃなくて片手がいいと思う。片手で、やって、で、ある程度弾けたら両手で行くんだけども、その両手でやった時にちょっとコツがある。というのもやっぱりさ、細かいとこ見ちゃうよね。細かく、これはタイで、これはちょっとスタッカートでとかね、フラットでとか思っちゃうんだけれども、どちらかというとまずは大きいところをどんどんこう弾いていくようにする。つまりピアノってやっぱり手がどこに行くって、そのある程度その手が行かないとそこにはまっていかないから、まずはね、手がはまるような形っていうのを取っていくのが先で、それができてきてから細かいところを見るようにする方が効率は早いです。時間的にも早い。それは私の経験上そう。私もどちらかというとこう、なんていうの、細かいとこから見ちゃうから、結構ね、細かいとこから見ると時間がかかるって経験上これはもう分かっている。なので、音が分かったら、で、音が分からない人はもう、書いても大丈夫だから、下線がたくさんあるんならそれを読んでどうとかなとか書いても大丈夫だから、先に音を読んで、そこからまずは場所を取るっていうのがコツですね。それでは、次の質問に行ってみましょう。人前で緊張しなくなる方法はとか、あとは音大生で本番いつも通り弾けない、どうしたらいいかなどね。で、これ緊張ね、わかるよ。わかるけれども、まず考え方を変えよう。というのも、緊張しなくなる方法っていうのはない。というのも、緊張っていうのはね、良い緊張と悪い緊張がある。だから、良い緊張をしよう。良い緊張の中で弾こうって思うように、まずその考え方を変えてみて。ピアノの巨匠のアルゲリッチ様でも、あんな方でも、あんなもう神様のような方でも緊張するんだから、一般人、私たちのね、一般人、もうああいう本当にすごい人以外の人が緊張するのは当たり前だから、良い緊張をするようにって思うことがまず大前提ね。で、その次、じゃあ良い緊張と悪い緊張をどういう風にするかっていうことなんだけれども、まず私は努力は裏切らないと思っている。というのも、努力から練習のことね、努力から自信は生まれるから。というのも、その自信っていうのはピアニストってやっぱ、舞台の上で孤独だよね。誰も手伝ってくれないんだもん。で、しかもアンプで弾けって結構レベル高い結構きついね。だから努力はしないとダメなのよね。で、その努力についてなんだけれども、例えば 100%、 つまり練習したことをそのまま 100% で弾きたいって思っていますよね、普通。なんだけど、そうじゃない。つまり100やったら80できたらもうほぼほぼ OK。 言ってることわかる？そう。だからその100やって100やろうって思うのはね、もうちょっと甘いと思うよ。で、そこからもっと私は言いたいことがある。というのも、例えばよ、100%
100% のこうなんていうの完成度を、まあ、本番で出したかったら、じゃあ何パーセント練習すればいいの？つまり、120% 練習すれば 100% が出せるわけ、完成度の話ね。でそれで、そしたらよ、 100% しか練習しなかったら80で、 80% しか練習してない人はもう60しか出せないわけ。それは良くてね。でそれが 80% 練習してない人は50になることももちろんあるよね。となるとやっぱり、80練習してした練習した人が、その自分本番で自分の自信になる確率と、120練習してる人が本番で自分に対しての自信になる確率のこの多さっていうのはやっぱり120の方が多いよね。ですからやはり120練習してほしいっていうのがもう大前提というのは、いい本番を迎える、いい緊張を迎えるためにね。でその次はまあそれこそね、ルーティーンを作るっていうのも一つある。で私は基本的には作らないけど、でもね、リポビタンデー飲んでるでリポビタンデーってカフェインがあるから、あんまりこうね、良くないっていうのも良くないっていうのは緊張によ、体には、私専門家じゃないからそこは避ける、そういうことは言いたくないんだけども、やっぱカフェインがあるとやっぱ人ってちょっと興奮するじゃない。だからノンカフェインのリポビタンデーとか、なんかそういうことを工夫して、なんかちょっとね、飲むっていうのを、まあ結構大学生の時ぐらいから続けてるの。だからなんか習慣になってて、それを1時間前ぐらいに飲むと結構集中して弾けるね、私は。ルーティーンになるかもしれない。あとはね、イメージトレーニング、ね、これは絶対にやってほしい。緊張する人、まあ緊張しないなっていう人も、緊張する時が今後来るかもしれないから、ぜひイメージトレーニングをやってほしい。というのも、ピアノを人前で弾くってもうね、アスリートだから OK? というと、アスリートっていうとやっぱ皆さんイメージトレーニングしてますよね。ピアノはなんでアスリートかって、まあ、言うと、だってね、一回ドって弾いたらもうそのドって消えないわけ。つまり過去に戻れないっていうか、例えばさ、絵描きさんだったね、私絵大好きだから、すごいもう本当に絵よく見てるんだけれども、絵描きさんだったらさ、一応描いても上から濡れるじゃない、ね、消せるよね。だから修正できるけど、本当にピアノって一回弾いちゃったら消せない。だからどうって弾きたいのに、本当人間だからさ、ちょっとミスなんてある、それも全然 OK なんだけど、でもやっぱりさ、やっぱショックだし、その時の緊張感ってやっぱり計り知れないと思うの。だから例えば本番の前日にね、その舞台の空気感を感じたり、イメージよ、お客さんがいるんだったらお客さんがいる感じで、審査員の先生がいるんだったら審査員いる感じ、そしてお辞儀をして、でその舞台で鍵盤の手に置くところなんかを自分でね、イメージするとね、もう全然違う。だからもしイメージトレーニングやってない人がいたら、ぜひしてみて。OK? じゃあ次いきます。ピティナの課題曲ね。ピティナは、まあね、確かにね、曲が多いし、皆さん知りたいですよね。でも、ピティナってね、本番たくさんあるから、その点はすごくいいんだけれども、ピティナって結構ちっちゃい子と、まあ、いわゆる大きな方は、まあ、やっぱちょっと種類が違うよね。というのも、ピティナのちっちゃい子とかっていうのは結構ピティナ弾きっていう感じが多い。でピティナ弾きやってると結構通ったりするから、まあどうかな、まあ、で G級とか特級になると本当に素晴らしくうまい。でもそれってピティナ弾きしてるわけじゃないもんね。だからやっぱ差があるよね、なんかこうねキャラクターの。だからまあそうね、たくさんあるから、まあ今後取り上げられたらいいなと思っております。そう、じゃあ次行こうか。指がこわばる、どうすればいいか。確かに初心者の人って結構こわばるって硬いってイメージで合ってる？硬くなるよね。そういう時はね、もちろんね、でもね、やっぱね、普段さ、右利きの人が左をパリパリ動かすのって初心者の人は結構難しいと思います。だから動かそうと思うだけで、手がね、硬直するっていうのはわかる。で、そういう時は、本当には、
笑い話じゃないんだよ。本当真剣に、鍵盤をね、柔らかいものと思って、つまり、マシュマロ？マシュマロみたい。だってさ、人間さ、硬いものを持つときはさ、やっぱ手ってこう硬いものを持とうとするよね。だけど、例えばマシュマロを持とうとするときに、マシュマロを持つのにわざわざ硬い手でこう持つ人いる？わかる？持たないよね。やっぱふわっと持つわけ、人間、不思議と。だから、このうっていう力が加わっちゃう人って、もう鍵盤をね、マシュマロと思う。鍵盤をマシュマロと思っていくって本当になんか若干バカみたいだけど、でもね、例えばそれを3日してみて、そしたらなんとなくその感覚、柔らかく弾く感覚ってつかめてくるんじゃないかな。練習とか、なんていうか、一つのものをうまくなるとかね、そういうことってさ、意識の違いって多いし、しかも例えば自分がそういうふうに今までやってきてなかったことを取り入れる、それでそれが自分に合うかどうかは確かめるっていうのってすごく大きいよ。だから何それと思っても一度やってみる、その姿勢がピアノ上達に向けてさらにこう加速させるんじゃないかな。そう。 じゃあ一旦質問の回答コーナーは今日はここまでにします。皆さん、今後私インスタグラムに、演奏動画をね、どんどん上げていこうかなと思ってるので、ぜひインスタグラムもフォローしてもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。動画をご覧くださりありがとうございます。もし少しでも役に立った、また見たいなと思ってくださる方は、グッドボタンをお願いします。チャンネル登録も大変嬉しいです。コメント欄にはご質問や感想などを受け付けています。ぜひお気軽に書き込んでください。お待ちしています。それでは、森本麻衣でした。